は田島氏のナンバー1を決める兵庫県畜産共進会に参加。どの牛も大きく金があってかっこいいです。今からお目当ての牛の競りが始まります。頑張るぞ。どんどん値段が上がっていきますね。南あわじ市の柿さんが育てた田島牛はとても人気でライバルが多いです。田島牛がお肉になると淡路島では淡路ビーフとして販売されるんです。淡路ビーフは赤身と霜降りのバランスがよく、霜降りの口どけが良いのが特徴です。淡路ビーフは年間200頭程度認定されていない貴重な和牛肉なんです。なかなか簡単に買わせてもらえませんね。200万円超え。200万2000円11番、淡路市株式会社おのぼろ農園様、お買い上げありがとうございました。見事競り勝ちました。